まあいっぱい買ってきちゃうよね。うん、これ新しいやつですね。豆もやしナムルと豚タン塩レモン、あとこれ野菜、たこ焼き、あとまたクラフトビーですね。ふんわり花やきと春巻きと唐揚げ棒、完璧完全体。今日もいちいち編集ですね。まあ、ちょっと運入れやったけど、負けまくってマジ腹立ったな。全部 AI との戦いなんだけどね。それでもコンピューターに負けるとめっちゃ腹立つから、うん、ただこれは精神トレーニングゲームなんで、まあ、対人でやるのが一番いいんだけど、ただ対人でやっちゃうともう3試合ぐらいでもうコントローラー使い物にならなくなっちゃうんで。これ絶対うまいよね。うえ、はい、少なくね、なんかめっちゃ少なくね、これで、これにこれをぶっかけていく。さあ開けますか。お疲れ様です、編集お疲れ様です。今日もねちょっと雨予報だったんだけど曇りになったんでパチンコ行こうと思ったんですけどやめました。ちょっと編集追いつかないんで、この時点で3日前ぐらいの動画を編集してるんで、もうね全部消化したいんで。いけませんでした。いただきます。うまい、飲みやすいね。あのバドワイザーをもっと飲みやすくした感じ。はい、うまそう。これマジでおすすめです。何にかけてもうまくなる。サラダとかが一番いいのかもしれない。春巻き行こう。春巻き、うん、まあ、春巻きはセブンが一番うめえな。これいきます。いただきます。うまい、うん、うん、うまい、これうまい。さあ行っちゃいましょう。こちらもうあと一杯ぐらいですね。いやー懐かしい。俺が初めて2万発近く出したガロで勝った時に買ったジョニーウォーカーゴールドラベル。これ1月だぜ買ったの。いや懐かしい。よく残ってたな。全部いっちゃう。全部いっちゃう。ありがとう。そして唐揚げ棒塩レモン味。あれ3個になってるな。前4個だった。もう唐揚げ棒なんて全然食わないから、知らぬ間にどん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 セブンイレブンは個数減らしていったり少なく量をしていったりするからね、気をつけよう。うまい、うまい塩レモン。うまいね。塩レモンパイ。うん。続いてこちら、ナスのアゲビ。ナスですよ。夏なんでね。うん、うまい、いいね。
うん、落ち着く。締め。こちら。完成。うまそう。うん。よいしょ。飲みます。飲みます。はい。これエヴァンで買った時に買ったやつか。1000円だけ買った時に買ったやつか。これにしよう。いただきます。このソーセージはめちゃくちゃうまいと思います。いただきます。エヴァで買った、イチパチのエヴァで買った、こいついきます。あ、そう、こいつなんかすげえ息がいいんだよな。大丈夫かい。息がいいね。やっぱ2回3回ぐらい飲まないと本当の味って分かってこないからね。いやーマジでいいよな。黒いやつ買いたいな今度。これはなんかこう渋い、渋くていい感じの銃で、これはマジでごつくてこうギラギラした感じのいい感じの重みがあっていい銃ですけど、黒い真っ黒のベレッタじゃねえな。まあルパンの銃もいいけどね。ルパンの銃もいいけど、まあこれはアマデジでこう毎回撃てるからあれかな。007の P99 かな。これが欲しいね。そう、次パチンコで買ったら行くかな。17,000円。なんかまたさ、俺1、2年前ぐらいに、まあ上の住人がなんかシャワー浴びるためにポタ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 さ、天井にこうポタ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 ってなんか水滴が垂れてくる音がしてて、てか上の住人になってから、上の住人は2回ぐらい変わってんだけど、今の住人になってからもすごいそのポタ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 垂れてきてて、で1、2年ぐらい前になってもうそれがなんかね、水が溜まっちゃって、もうなんか本当の水がもう垂れてきてて、で大家さんに言って見に来てくれて、わこれ上の人がなんかシャワーの浴び方がおかしくてポタポタ垂れてきちゃってると、それをなんか天井こうわざわざノコギリみたいなやつでこう開けてもう大工事して、で上の住人になんかこう、うん、言っときましたみたいな、ここをこう垂れちゃうんでそれに気をつけてくださいみたいに。ポタポタ垂れてきてるからね、音が垂れてきたらないけど、音がずーっとそれ以降もずーっとしてんのよ、全然治ってない。でついにまたなんか膨らみができ始めて、ふざけんなと
他のところでもこれなってんだったら、もうこれはもうこのマンションのこう性質上しょうがないってなるけど、他なってないから多分ここの上のやつだけなのよ、この変な浴び方してるやつ。もう明日言います、多分これが続いたらまた水溜まってめんどくせえことになるから、数日間上で寝られなくなったから、下で、ね、わざわざ寝なくちゃいけない。いただきます。うまい。締め、間違えて買ってきた北極ラーメン、ね、蒙古タンメンだと思って買ったら激辛の北極の方を買ってしまいました。はい、まあただこれね、がっつり全部入れちゃいます。やばい、やばい、これもうよだれが止まんない。いや別に辛いの好きなんだよ俺は。極端に辛いのは嫌です。辛くて熱いのが嫌いです。やべ、いただきます。意外といけるぞ。うん、ここに、はい、まずはご飯を入れます。ぐちゃぐちゃっとしちゃうか。うわうまそう。うわこれはうまいでしょう。ちょっとだけごま油入れるか。うまそうだぞこれ。やばい、はい、ということで昼飯です。はい、今日は男の黒カレーですねと冷凍のハムチーズカツ、一応見せよう。これですね、これこちらです。いただいたやつありがたい。よし、いただきます。まずはシンプルに、これねうまいんだよ男の黒カレー、マジで。うん、味が濃くてうめえ。これでいきましょう。
ズは合うな。しかもチーズ。明日は待ちに待った7月7日。めちゃくちゃ暑い日です。運気を貯めてユニコーンで爆勝ち。頑張れ。今乗ってるから今。今月からもう乗ってるもん乗ってます。うん、絶対いける。やばくないですか。届きましたけど、何これ。何かっていうか、もうウィルキンソンなんですけど、いつもありがとうございます。頑張れということで、もうあの方しかいないですよ。ウィルキンソン送ってくれる方はもうあの方しかいないですよ。いや本当にちょうどなくなったタイミング。見てる？監視カメラある？やばくない？こりゃやべえわ。よろしくお願いします。こちらね、これは賞味期限3日前の卵。パリッパリですよ、パリッパリ。うまそう。さあいただきます。いただきます。久しぶりの辛ラーメン。うまい。いきますか。卵。もう一気にいきます。500円並みということで、今日は選挙ですね。ということで買ってきました。こちらファミミーマートで買った糖質 70% オフのグランドタイムというお酒ですね。これね、ちょっと前名前違かったんですけど、ファミマの発泡酒、マジでうまいんですよ。この 70% オフのやつだけね。前なんか緑だったんだけど、これもちょっと緑だけど、 70% オフじゃない普通のやつは全然別に、あの他の発泡酒と同じレベルか下ぐらいのレベル。 70% オフのやつだけクソうまいのよ。もう何なんかわかんないけど、ファミチキハバネロ味、ハバネロのめっちゃやばいやつ、グリルチキンゆず七味と、これとベビーチーズ。はい、行きましょう。お疲れです。選挙お疲れ。ああ、うまいわ。うまさ引き継いでる。なんかね、 70% オフのやつだけすごい麦のね、後味が麦の感じでめちゃくちゃうまいんですよ。マカロニサラダをレベルアップさせていきます。フライドオニオンをぶっかけていく。マジこれかけると3倍になるんで。扇屋のね、まかないじゃなくて、お通しにかかってたんですよ。マカロニサラダにちょっとこれが。くっそうまかった。やっぱね、いただきます。
ただきます。全然辛くない、全然辛くない、ダメだ。辛そうな味はしてますけど、ファミチキも変わっちゃったしな。5年前ぐらいかな、なんかちょっと変わりましたよね、ファミチキ。前の方がうまかったんだけどね、なんか安っぽくなったよな、値段変わらず。まあでも普通のよりはうまい。2戦目いきます。カリラ、さあもうカリラもなくなってきました。やっぱ海物語で7月は勝負するということでね、海の感じがすごく強いアイラ系中心に飲んでいきたいと思います。うまいね、うまい。ただのチーズ、うん、いただきます。うん、完全にチーズ。締め、昨日の残りということで、これを食って明日も海物語頑張ろう。うん、火曜日満を持して寝台入れ替えの初日に夜桜旋風バージョン海物語31948朝から行きたいと思います。ということでタバコをね2つ調達してきました。ボヘームダブル、これ1回吸ったことあるんだけど、まあまあうまかった記憶がある。でこれなんかね、夏に吸いたく なるよね。でこれ初めてブライトのタール1ミリのもうめちゃくちゃ軽いやつ、すごい夏っぽいパッケージだったんで、海をこう体に取り込むにはいいかなということ で久しぶりのボヘーム吸っていこう。あの潰すやつありますね。潰さないで吸ったら、まあちょいメンソールタバコかな。タバコの味もしっかりあって、潰すと、残りもないな。潰れてるのはカプセルがないんだよ。カプセルがない。まさかのカプセル不在。だからしけてプチって言わないで中で潰れてるのかなと思って吸ってみたけど、潰れてねえな、味変わんない。よいしょ。なんか最近ね、気づいたら6時間ぐらい経ってんだよね。最近 VR でデッドアライブ買ったんですよ。いかつい名前してるけど、実際はただ女の子たちがビーチバレーするゲームなんですけど、だからそれを買ったせいで気づいたら6時間ぐらいビーチバレーずっとやってたみたいな。ずーっと水着の女の子を操作してビーチバレーやってる。2日でもう10時間、プレイ時間見たら10時間ってなってて、やばかったよ、ビビった。1500円です。パチンコがアホらしいわ。まだ全然飽きてないからね。いやもう VR でやる必要ないんだよ、そのそこのビーチバレーのゲーム自体は。 VR はそのなんかグラビアみたいなのがあるんだよ。でも VR つけてると近づけんの、水着の女にグッて近づけんの、やばいよ。近づけるってマジやばいんだよ。この前後の動きができるってあのゲーム内で反映されるってマジでやばいのよ。それだけで、なんかエロ VR とかあるじゃないですか、本物の女性のね、固定なのカメラ、この視界は動かせるけど
前後の動きはいけないんですよ。ただプレステの VR はセンサーちゃんと使ってゲーム内に反映させてるから、前後のこの動きでゲーム内でも女にこう近づいたり離れたり近づいたり離れたりできる。やばい、この違いマジでやばいからね。これだけで別になんか別に全然リアルじゃないのよ女の子たちはね。それでもめちゃくちゃやばい。気づいたら6時間経ってたから。そんなことはどうでもいいんだ。いきますよ。予算、軍資金はねとりあえず3万円でいこうと思ってます。いやもうこれで全部3万失ったらもういよいよやばいから。だって無職だからさ。マジで頼みます。グミっぽい、これも買ったことだし。1ミリなんて久しぶりに吸うな。すげえ抜けてる。吸ってもなんか全部こっからここに小さい穴がねあるんですよ。そっから全部空気が抜けてる感じですよ。全然煙が出ない、全然美味しくない。全部ここ切りて、半分ぐらい、このぐらい切りました。あ、3ミリぐらいになった。ありです、これありです。3万、いや3万あったら今のデッドアライブで女の子めっちゃ追加できんのに。全員追加できるぞ。下手したらというか確実に。1500円の一番安いやつでやってるんで1人しかいないんですよ。キャラクター1人しか選べない。それでずーっと永遠繰り返してるんだから。これでも全然飽きないけど10人ぐらいキャラクターいるんですよ。全員変える。あ、まあでも勝てばいいのか。海の日になりましたね。1時41分です。買ってきました。海の日ということで、まあ、全く関係ない岩塩。岩塩は海だよね。で鳥もまあ海。モッツァレラチーズの、避けるタイプ、白くてすごい海。これはもう色が海。ビールはもう苦味が海。でも完全に海だよね。磯辺揚げ、磯、完全体、OK。はい。まあ海なんで海。よし。これ多分初めてかもしんない。セブンのホッケはマジでうまいんですよ。ファミリーマートはどうでしょう。いただきます。細かい骨が多いな。細かい骨が多い、セブンより。食べにくいけど味はそんな変わんないのかな。うん、磯辺揚がりました。いいね。このポン酢をね、ポン酢をぶちかますとちょっとやばいな。汁がと皿みたいにするか。耐えてくれ、頼む。あ、大丈夫だな。磯辺揚げ、いってきます。うん、もういっちゃいます。あと3倍ぐらいか。鶏唐揚げ、うん、うまいな。